にゃーにゃーん、どうも、こんにちは、シュン TV シュンのシュンネコです。ワールドリーパーパート83やっていきたいと思います。ってことで、今回はですね、ストーリークエストは、まあ、終わったのでね、まあ、ストーリークエスト終わりました。で、ガチャの方も、前回ね、まあ、一回、シングルピックアップガチャ2021年1月上旬のやつね、やってますので、今回、一体何をするのかと言いますと、イベント。こちらのね、なんか、自分なんかワンフリで、ね、なんか、イベントクエストを、そういえばやってなかったなとか思ったので、今回はね、このね、ミュート初詣っていう、イベントの方を、まあ、ストーリー見ながらね、やっていこうかなと思います。もしかしたらね、なんか2パート分かれちゃうかもしれないんですけど、まあ、その場合は、まあ、前編後編は分かるわけようかなと思います。ということで、一応ね、メインのメンバーでやっていきます。それで、レッツゴーってことでやっていきましょう。てか、ワーフリもね、今年で100いくよね、絶対に。絶対に100いくよね、っていう感じなんですけどね。いや、待って、なんか100パート、なんか100パート達成するやつが増えるよ。あ、待って、これもしかして、嫌な予感がするよ。なんか戦うとかじゃなかったな。戦うとかじゃなかったよ。おっと、これで終わってしまうのかい。あれ、自分ストーリー見ながらとか言ったけど、そんなことないんじゃないか。ゲットですね。ゲットですね。うん。カン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 。あれ自分正直、ストーリークエストってなんかイベントのストーリーやんのかなとか思ったけど、まさかの、自分、勘違いしてました。あ、じゃあ、このクエストもやろうか。7日目ですけど、ね、あ、イベント特別編成。なんか一瞬びっくりしたよ。なんか、あれなんかいつものメンバーおらへんやんとか思ったけど。あれとか思ったけど。あ、これちゃんと戦うやつですね。もう怖い。ストーリーはないけど。あー、なんか勘違いしてました。うん、すいません。勘違いをね、してましたね。自分、なんか知らないけど、なんかあると思ったんですね、ストーリーが。ストーリー何、合いませんでした。すいません。自分の勘違いでした。勘違いしました。エセザンクアイテムゲット。初回報酬、SS ランク報酬ゲット。ということで、以上です。以上です。はい。まあ、一応ね、まあ、このね、まあ、イベントクエストみたいなやつと、で、こっちのね、イベントクエストやったよってことで、今回のパート83、こんな感じで終わろうかなと思います。ってことで、前編後編にする必要はが、前編後編にね、する必要はございませんでしたということで、また次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。にゃーにゃんが始まる動画へようこそ。にゃーにゃん挨拶して、にゃーにゃんって声出すよ。にゃーにゃん出前も。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter もやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。